首都圏のアウトレットモールがさらに外国人客を呼び込もうと相次いで店舗を増やします。成田空港に近い千葉県の酒々井とこちら幕張は来年それぞれおよそ70店舗と30店舗の出店を計画しています。そして羽田に近い木更津は今日から73店舗増えて国内のアウトレットで最多の248店舗になりました。どうぞ。三井アウトレットパーク木更津では5カ国語表示のほか免税店を増やしたり中国語のガイドを常駐させるなど急増する外国人客への対応を強化しました。またファッション関連だけでなく釣り具店やゴルフショップなどを誘致、家族で1日楽しめる施設として年間800万人の来場を見込んでいます。釣りの方が見たいみたいですね。釣りがやっぱり、はい、屋根には国内の商業施設で最大級1100キロワットの太陽光発電を設置し、環境に配慮したメガソーラー付きのアウトレットとしても注目されています。国内のアウトレット同士の競争が激しくなる中、今後はいかに幅広い客層を集客できるかどうか、これが生き残りのポイントです。